見える開花メルマガこんにちは一般社団法人開花ピーの村松大輔です今日はですねこのお仕事とか自分のプレゼントとかですね自分の発表会とかいう時にですねどのようにしたら一番伝わるかなと えすごく気になるところですけれどもこのテクニック的にものあるんですけれどもこの自分のどの周波数帯を伝えるかというところですね、えー、そのところ画面の共有に入ってきますでこの話聞いていただければですね皆さんもあそちらの側から伝えればいいんだという感覚が分かるかと思います私自身もですね、えー、2015年の終わりから2016年の頭にかけてですねすごく気づきがありましたその側で入らせていただいておりますでは 画面の共有に入ります最も伝わる方法が何かというとですね、この人に何か伝えたいというとき、みんなの心を動かしたいとかですね、この何か攻撃されたくない、どうやったらこう一番奥底に伝わるかなというところですが、その部分ですね、例えば間を取るとか、声のトーンをアップダウンさせるとか、最初の15秒で心をつかむとか。 でね、いろんなテクニック的なものがありますが、えー、それらの内容は、いろいろと他の動画でも出、えー、他の方の動画でも出てらっしゃると思いますので、そちらご参加いただければと思いますで。この間ですね、ラズロ博士の YouTube を聞いていてですね、えー、うちの妻とも、あなるほど、ここだよねというところをです、ねえー、お伝えさせていただきます。えー、会社のトレーナーさんがですね教えてくださってですね、この動画すごくいいですよというので、アービン・ラズロ博士のですね、でちなみにラズロ博士というのは、 えー、哲学者、理論物理学者でもあり、すごくこう、天才的な哲学者なんですが、実はですね、ピアノの方がもっとすごくてですね、この7歳でリストアカデミーに推薦入学して、9歳でブダペスト、えー、フィルと共演して、で、15歳でアメリカでデ,デビューされたというすごいピアニストなんですね。ネットで YouTube でラズロ博士の、えー、ピアノの動画を見ていただければ何個か出ております。で、ラズロ博士がですね、お母さんから 教えていただいた言葉。最初のピアノの先生がお母さんだったらしいんですけども、の言葉がですね、私すごくズワーンとこう入りまして。演奏するなと。音楽を生きなさいっていう風に言ってるんですね。演奏しちゃだめだと。人に聞かせよ聞かせよではなくて、don't p l y ですね。この leave the music。この音楽を生きなさいと言うんですね。 まさにでうちの妻もですねクリスタルボールを演奏させてもらってるんですけども演奏とかヒーリングじゃなくってつながってるだけっていうふうに言ってるんですねただこうつながってるだけっていうふうに自分が飛行飛行演奏しようっていうんじゃなくてただこうつながってるだけだというふうに言ってもうちの妻カレンハス、えー、と華やかのハスの花って書くんですがカレンってネットで調べていただければ出ると思うんですけどもこのヒーリングしようじゃなくてこつながってるだけだと。 で私自身もですね開花セミナーにおいて、ある方から教えていただいて、ですね年末じゃなくて年明けですね、2016年の年明けに言われたんですが、それまで私は、この先生と生徒とか、講師と聞く側の聴講者の関係においては、すごくこううまくいってると言って言われたんですが、それだと、でも大ちゃん疲、疲れるでしょ疲れるでしょって言われたんですね。で、あ、確かに、ま疲れますと言ったら、そうじゃないのよと言われてですね、どういうことかというとですね。 このフィールドに場につながる場と溶け、場に溶けると。で、お客様も場に溶けて、全体の場を揺らすだけだという感覚ですね。全体とつながる。あなるほどなぁと思って、去年までのパターン、それ前の年までのパターンをですね、変えたんですね。で この同じやり方ではなくて力で持っていくとか自分がいかにこう声を大きくしてとかねあの全身に響かせて言うかみたいな感じではなくてまあ空手部だったらね結構で,っかくでっかい声で伝えるってことをやってたんですがそうではなくて場に自分も溶けてお客様の意識も溶かして全体でその場を揺らすというふうにやってたんですねだからこう伝えよう伝えよう演奏しようではなくてこの場に溶けるとつながると。 ということなんですねなので、まとめると最も伝わる方法は何かというと、演奏しようとか、講演しようというのではなくてですね、そのフィールド、場を生きる、場とつながるということですね。というふうに、この場にとき、自分の意識をフィールドに溶かすということなんですが、いかにこう伝えようかなではなくて、自分の空気感をこの場のフィールドに溶かすと。だから、コンサート会場で、 えー、ステージの上に立ってる方がねこの方がいかにこう伝わるかなではなくて全身全霊でこう場に意識を溶かすっていうような感じですね、えー、皆さんも是非ですねこの伝える伝わるっていうことを意識する時にこの伝わるっていうことの本体は自分がその場その状況に入ってただそこを響かせてるということをイメージしていただければより伝わりやすくなっていくかと思います。 えー、関連動画ですね、ラズロ博士の動画ですが、ここのところにつけさせていただきます。よかったらチャンネル登録はこちらとなっております。では、今日も最高素敵な一日を過ごしましょう。さよなら。